熊本県産アンデスメロンアンデスメロンは、酒田の種が開発し、日本で生産、出荷される緑肉ネット系、ハウスメロン。1977年に、酒田の種が開発した品種であり、緑肉ネット系の品種。両親は、バツの一大後輩種である。コサックは1971年に、日本園芸生産研究所で育成された品種で、リオゴールドは、 アメリカ系のロージメロンとされる。もう片方の親はマスクメロンで知られるイギリス系温室メロンのアールスフェボリット冬メロンに属するノーネットロジメロンハネデューである。ハネデューはアメリカメキシコでロージ大規模栽培されている。日本ではほぼ一年中入手可能な安価なメロンである。アンデス山脈とは全く関係がない。メロンの大敵のうどんこ病態病性。 つるわれ病抵抗性品種で栽培しやすいことから作って安心、売って安心、買って安心より安心です。メロンというネーミングで売り出す予定であった。しかし名前にセンスがないとのことから略してアンデスメロンとなった。上記の通りアールスメロンと同じく可否表面には網目を生じ、果肉は黄緑色である。アールスメロンに似た外観。 味を持ちながら価格が安いことから人気の高い品種となっている。アールスよりネットの盛り上がりに乏しく細いのが特徴。北海道より九州地方まで幅広く生産される。生産、出荷のシェアは茨城県が高い。他には熊本県、山形県などである。2009年より毎年5月頃から8月末にかけて熊本経済連、 JA 全農茨城、JA 全農山形が協賛してアンデスメロンキャンペーンを展開している。ありがとうございます。